皆さんこんにちは、トンちゃんです。今回はポケットモンスターのバイオレットをやっていきたいと思います。では早速やっていきたいと思います。 A ボタンポチ。あ、灯台に行こうからだ。では早速灯台に向かっていきます。え、なんか誰かいそう。とりあえず行ってみよう。ね、分かって、え、ほら誰かいる、ここに。あ、誰あれ。あ、みんな来た。あいつは誰。あ、このポケモンに話してない。なんでいる。え、どういうこと、どういうこと、何が起こってんの。てんてんてん、お前らに言ったんじゃないさ。君確か文系クラスのペパーだっけ。ネモが言ってる。ポケモン博士フトゥー、フトゥー博士の息子さん。息子さん、父ちゃんは関係ねえ。だってそれよりこのポケモンがなんでいるんだよ。どうしてこの姿に。崖の下で会った、助けてくれたにしよう。不思議な鳴き声を調べてたらトンちゃんが崖から落ちちゃって、この子が助けてくれたの。力を使い果たしたみたいでその後へたり込んじゃったけど、形が変わる前はものすごく強かったんだよ。だろうな、この姿じゃ戦えねえさ。ミライドンの本当の姿は戦ってる時にフォルムだから。ミライドンっていう名前なの。ミライドンってこの子の名前、なんで知ってんの。ミライドン、アギアギアス、アギアギアス。研究所には入れねえよ、鍵かけたからな。お前見かけない顔だけどその制服はうちの学校の生徒かよ。ミライドンは普通のトレーナーが扱えるポケモンじゃねえ。どういうポケモンなの？てんてんてん。はん、ミライドンの世話が務まるか、俺が試してやろうか？はい。へえ、意外とやる気まんまんちゃんだな。まんまんちゃんじゃない、とんちゃん。もやもや気分、晴らさせてもらうぜ。急に出てきたよね、この人。東大に入りたいのに。え、ポケモントレーナーのペッパーが勝負を仕掛けてきた。やばいやばい。え、え、なんで戦えないの。あ、ニャオハ、ニャオハ行け。勝つぞ。嫌なやつのこと思い出しちまったで。一回ポケモンやってみる。違うポケモンにしてみる。いやでもここはもうニャオハで行こう。え、なんかこの子、尻尾振ろうかな。コノハで行く。コノハで行こう。コノハ行け。えっ、あんまやらない。えっ、やばいやばい。ちょっと尻尾振ってみよう。だん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 、フォグが下がった。相手も来たよ。やばいやばい、どっちとも同じじゃん。きっ、噛みつく。いけ。あ、もういい、もういい、もういい、早く早く。やばいやばい、早く。え、ちょっと待って、ないんだけど、ポケモンボール。なんで。まあとりあえず戦ってみよう。しかく倒したよ。イエーイ。これでいいのかな。あ、レベルアップ。あ、8になったよ、レベル。ニャオハ、イエーイ。にらみつけるをゲットした。え、なんかいっぱいゲットしたよ、技。イエーイ、倒した。もうトンちゃんはいける。ちょっとはやるみたいだな。え、賞金として300円手に入れただって。イエーイ。
どうなの？トンちゃん、ナイスファイト。捕まえたばかりのポケモンで話になれねえか。ミライドン連れて行くならこれ持ってけ。あいつを制御するモンスターボールさ。え、ミライドンのボール、え、専用のあるのかな。あ、トンちゃんはミライドンのボールを手に入れた。え、でも見た目は同じだけどね。ミライドン専用らしいです。だからなんでそんなの持ってんの？てんてんてん。やっとボール手放せたぜ。じゃあな。無視してるよね、モのこと。ちょっと、仕方しすぎじゃない？ノーが。あ、学校ちゃんと来なよ。あ、友達か。おかしなやつ。え、ミライドン捕まえたい。あ、捕まえた？イエーイ！やった。でも、なんか、知ってそうだった。確かに。だって、無視してたもんね。今度会ったら勝負して問い詰めてやろうね。だって。そうだ、東大、上から学校見えるよ。見たい見たい見たい。でも先行っちゃった。早く早く。はしごある。え、ポケモン図鑑にやられたって。お、はしご登ってた。南一番エリアだって。あ、でもいる。学校どこ？トンちゃん見て、あれがテーブルシティ。テーブルシティ？え、すごい。ポケモンボールがある。ボールがついてる大きな建物が私たちの学校なんだ。すごい。見ちゃおうか。トンちゃんと勉強できるの今からすっごく楽しみ。楽しみ。勉強てんてんてんってあったけど。そんな、そうこなくちゃ、いっぱい学んで、もっともっと勝負しようね。東大からの景色、すっごいいいでしょ？いいですね。見渡す限りの山、草むらに森。すごい。ちょこっと見えてるか。この自然の中、いろんな場所でたくさんのポケモンが暮らしてて、トンちゃんとの出会いが、出会いを待っているよ。いろんなポケモンがいるの。全コンプリートしたい。改めてパルデア地方へようこそ。さて、見ての通りまだまだ先は長いんだ。え、なんか下にもあるよ。なんかひとまず途中のプラトタウンを目指しましょう。レッツゴーだって。イエーイ、行こう行こう。ダッシュダッシュダッシュ。プラットダウンを目指そうだって。何するんだろうね、プラット。あ、小さじの小道。 Y で上まで戻るだって。え、あ、この子持ってる。ちょっと探しつつ行こう。僕もあの子もやった。あ、やばい、危ない。戦うとこだった。真後ろ真後ろ。勝負しようよ、だって。やろうやろう。やばい。小さい子だ。僕たちポケモントレーナーはね、声をかけたらポケモン勝負。え、勝負を仕掛けてきた。ユートっていう子だって。誰？あ、トンちゃんも持ってるこの子。ニャオハだ。え、ちょっとキャラクター変えてみる。ポケモン。え、2番目に強いタランチュラじゃない、グルトンか。グルトンでやってみます。あ、でもヤングースもいるけど、こっちでやる。とりあえず、あ、待って待って待って、回復するって今あった。ニャオ、交代戻れ。だっていけ、グルトン。おお、すごい。あらてみちゃん、やばい。え、結構食らってるよ。やばいやばい。え、2個引かない。体当たりにしよう。頑張れ。いけ。結構強いタランチュラ。やばい、これ負けちゃったらどうなるんだろう。ちょっと、やばいやばい。
いっぱいこれ仕掛けてくるの。やばいやばい、プヒプヒちゃん負けちゃう。え、ずっとこれ仕掛けてくるんだけど、タワネキ。あ、もういい。あ、だけど、これ、あれだ。手に入れれないんだ。素早さはもう下がらないって。あ、やったー！勝てたぞ。え、待って。あ、よかったよかった。タランチュラレベルアップした。しかもプヒプヒもレベルアップした。グルトンだ。え、なんかあそこ光ってる、なんか男の子の後ろ。何？ちょっと行ってみよう後で。ポケモン強いな。え、220円手に入れた。バイバイ。ほらここ見て、何なのこれ。え、モモンの実。え、なんか手に入れた。あ、待って、この子なんか見たことある。え、待って、戦おう。かわいい、なんかこの子。ハテナだって戦いたいの。あ、よし、見たことある、ゲットしたい。ニャンハン行くぞ。コナハン、コナックだ、コナック。でっか。え、結構食らった。効果は抜群だ。あ、待って、今ゲットできる。イエー、うう、あ、待って、カビゴンゲット。あ、間違えた、コダックだ、カビゴンじゃなくて。やったね。え、ニャーハ9レベルまでいったよ。すごくない？ニャーハをアップさせていくぞ。あ、見て、登録された。コダック水タイプだって。つけません。え、コダックはどちらに送りますか？だって手持ちに加える。コダックの強さを見る。手持ちの強さを見る。ボックスへ送る。これどうすればいいんだろう。手持ちに加えるでいいか。手持ちから交換するポケモンを選んでください。だって6人いる。あ、だから、あ、そういうことか。あの、変えれる。あ、でもグルトン食らってるから、グルトンを休憩させよう。いいのかな。まあいいや。で、オッケー。コダック手に入れました。多分あれなんだよね。強いやつは固定しとかないとダメ。見て。あ、え、びっくりした。ここにもポケモンいるけど戦おうか。あっちにもいるよ。ほら、水みたいな子。水色のネズミみたいな。こっちから戦おう。ね、何この子。名前は？コフキムシだって。コノハ、今一つ、コノハ。やばい、結構弱いこれ。やばい、どうしよう。そうしたらガクッと下がっただって。噛みつき効果ありって書いてる。これにしよう。効果ありのをやればいいの。ニャオハには効果がないようだ。噛みつく。おう、オッケー。ちょっとポケモンボールサキッとしたい。12個になった。いけるか。あ、よしよし。次、三つ色の子と戦いたい。イエーイ。あ、手持ちに加える。ここでまた帰れる。選んでください。で、ね、レベル9だから今ニャオハが強いやつ。え、でもコダック7レベルじゃん。タランチュラがいっちゃん弱い。タランチュラと入れ替えよう。あ、でもヤングースもいる。でもヤングースの方が体力多いからタランチュラにする。タマンチュラだ、タマンチュラ。 OK。 次この子、あれ、どこ行った、あの水色のポケモン。とりあえず走、あ、この子と戦いたい。え、なにこの子。あ、めっちゃ跳ねてる。ルリリだって。ちょっとポケモン変えてみよう。え、ミライドンいる。まだ使えないか、ミライドン。
コウキムシ弱い。羽根っこ使ってみる。え、待って、コウキムシが2匹いるんだけど、どういうこと。さっき戦ったやつと新しい版みたいな。まあいいや、とりあえず羽根っこでやります。ポケモン入れ替える。やあ戻れ。え、もうあれかな。いけ羽根っこ。え、結構でかい。しかし何も分からない。跳ねるだけだった。効果抜群とか書いてないね。吸い取るにしよう。何が起こるの。え、あんま変わらなかった。やばいやばいやばい。吸収に当たった。ちょっと待って、尻尾を振る。跳ねる。40だったらこうやってみる。え、待って、跳ねるって何も起こらないじゃん。ねえ、え、相手も跳ねるしてきたい。体当たり、いけ。お、体当たり強い。でも相手強い。結構体当たり毎回。なかなか減らないね。水鉄砲してきた。いっちゃって。戦う。吸い取る。うん、体当たりしてみる。体当たり結構強いから。お、オレンジになった体力の。あと一発いってから体当たりで。 OK、 もういいんじゃない。よし、手に入れる。いけ、いけるかな。ちょっと不安になってきた。いけ、イエーイイエーイ。ルリリを捕まえた。レベル上がった。ランクアップ、登録完了しました。だってこれってさ、ボックスへ送るでいいんだよね。これで固定するから。イエーイ。え、148だって。まだあったよ今。とりあえず進んでみ、待って、あそこにまたいるよ誰か。待って、ないかな。なんかポケモンボールとかないか。え、待って、戻ってない。あっ、ちょっと逃げないと。逃げる逃げる。この子戦ってよ。もう逃げます。バイバイ。うまく逃げ切れた。もうすぐ到着じゃん、あっち行ったら。ちょっと待って、なんかあそこに光ってもないか。え、ないこの子。あ、もうさ、ポケモンばっかいるんだけど。これもう全員戦っていく、それかもう避けていく。もう避けていきます。ちょっとこういうものだけ取っていって。え、なんか新しいさ、ものとかがいっぱいあるんだけど、なんかポケモンにぶつかりそうで怖い。よし、モンスターボールだ、イエーイ。ちょっと避けていきます。あ、びっくりマークついた。ちょっとこっち入り口っぽい風から行こう。ん、何ここ。プラトタウン。何ここ。あ、でも、おい、タンちゃん、こっちこっち。な、お店屋さん。ここはポケモンセンター。ポケモンセンター、ポケに関するいろんなことができるんだ。それでは詳しくご説明お願いします。はい、かしこまりました。ようこそポケモンセンターへ。私は皆さんのポケモンを元気にいたしますよ。お隣フレンド リショップでは、ポケモンを捕獲するポケポポモンスターボールや、ポケモンを捕獲する、あ、傷薬などお求めいただけます。もらえるってこと。
リーグペイというポイントでもお支払いができますよ。リーグペイは1円の価値があります。何ロボット、そちらの端末は技マシン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 2個マシンがある。ポケモンに技を覚えさせる技マシンを作れる装置です。だから技が増えるってこと。技マシンを作るにはリーグペイとポケモンの落とし物が必要ですよ。ショップやマシンで使えるリーグペイいっぱい持ってるから分けてあげるね。やった嬉しい。5000リーグペイもゲットした。やば。あとこれも、もう一個くれんの。落とし物ゲットした。ってことはもうできんじゃん。ユニオンサークルでは通信で一緒に冒険するメンバーを募集することができます。一緒にする人を募集する。困ったことがありましたらポケモンセンターまでお越しください。はい、ありがとうございます。困った時はポケモンセンターここテストに出るからね。やばい、テストに出るって。そしてポケモンに慣れてからおすすめの合言葉、レッツゴー R ボタン。何それ、レッツゴー R ボタンだって。おすすめの、一緒に歩いているポケモンに落ちてる道具拾ってきてとか、戦ってきてとかお願いできるんだ。すごっ。ちょっと一回ここでポケモンたちを回復させたいと思います。こんにちは、ポケモンセーターです。お疲れのポケモンを休ませますか。休めるに、それではお預かりいただきます。これ一人ずつなのかな。あ、じゃあ全員イエーイ、ありがとうございます。お預かりしたニョーハさんはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちをしていますね。プラドタウンを抜けたら南一番エリア名物通学路の坂だって。血気盛んなトレーナーがうよいよしてるから頑張ってね。坂？あれのこっちじゃないの。あっち行ってみよう。よし、行くぞ。ここにもポケモンいる。喋りかけてみる。ペリッパーは荷物やお手紙をくちばしに入れて運ぶんだって。この大きいくちばしで？すごっ。こっち行けばいいんだよね、多分。行ってみよう。もう学校だよ。あ、南一番エリアだから合ってる。毒消し。この子戦ったことある？ね、ここら辺もいっぱいポケモンいるね。この子何？ちょっと待って、やっぱお買い物してバッチリ。やばい、ナイスタイミング。ポケモン勝負のお誘いね。戦うぞ。学生のシホが、シホちゃん学生だって。じゃあ同じ学校じゃない。この子持ってない。イチゴ見てVS コノハ、いけ。おう、結構食らった。やばい、攻撃下がっちゃった。噛みつく、いけ。おう、これはもうゲットできない。戦うしかない。引っかく、いけ。もう倒せるんじゃないこれ。イエーイ、甘カジを倒しました。倒れた、イエーイ。ニャオハが9レベルからあんま進まなくなったね。売り言葉に買い言葉。やった、220円ゲット。ここにもアイテムある。見て、小さな池、やけど直しだって。いっぱい落ちてるね。これ落ちたらどうなっちゃうんだろう。あ、モンスターボール。あ、危ない、しゃべりかけるところあった。あ、ちょっ
危ないよ、ポケモンたち周りにいっぱいいるから。あ、待って、またいるよ。あれ、これはやってみる。なんかさっきと同じみたいな子、ユートじゃない。さっき捕まえたかっこいいポケモン見せてやるよ。で、ヒロキだ、名前変わってる。ヒロ、え、ここさ、え、相手の名前もヒロキ。あ、カムカメ、カムカメだ。コノハ、いけー。コノハが一番強い。え、一発じゃん、すごすごくない。あ、ニャンハ、え、ニャンハ10レベルいった、イエーイ。てか、いつも勝負してる時、あ、待って、入ってやっちゃった。走る技、何これ、お任せする、押してみる。 X のいいのかな、一応やってみよう。え、ニュ、爪研ぎだって。そうする、他の、そうする、そうする。1、2のポカーン。え、何、ニョハは尻尾を振るを忘れて爪研ぎを覚えた。尻尾を振る忘れちゃったんだ。まあいいや、イエーイ、勝ったぞ。怒っちゃってんじゃん。かっこいいだけじゃダメか。うん、めっちゃ賞金もらってるけど大丈夫じゃん。お金持ちになっちゃうね。プヒプヒめっちゃいるんだけど、名前プヒプヒじゃないけど飛んでる。え、もう着いたよ。え、ここにもポケモンセンターあるじゃん。いいね、学校の近くにあるって。一回回復させよう。またまた学校で何か起こるかもしれない。こんにちは、ポケモンセンターです。お近いのポケモン休ませますか。休ませる。それではお預かりいただきます。すごくないこれ、一瞬で。てかさ、同じキャラクターあるからさ、違うキャラクターにしようか。またのご利用をお待ちしていますね。ちょっと今気づいたんですけど、ポケモン勝負してますかっていう人がいるんで戦ってみます。どうも、ポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか。ここ南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼント。え、やりたい。あなたが勝ったトレーナーは3人ですね。合計4人に勝てれば豪華な景品をプレゼントですよ。え、だから今合計3人だから、戦った中であと1人戦えばいいってこと。わかりました、とりあえず行ってみよう。学校の中、あ、この人戦いんじゃない。ほら、ポケモンボール持ってる、いけー。ここでテープシティ配達の途中だけど、配達ダメじゃん。え、めっちゃ気合い満々、勝負を仕掛けてきた。だってコウモリみたい、袋ニャン、いけ。緊張感、新しい爪研ぎ、新しいやついってみよう、いけ。え、攻撃が上がったんだって。で、この後になんか攻撃をやったらいいんじゃない。このハイコ結構食らうんじゃない。おお、結構食らった、いいぞ。続く攻撃、バサくんだ、さよが噛みつく、いけ、イエーイ、勝った、イエーイ、倒せた。景品もらえるんじゃないの。レベルアップしていってる、どんどん。羽根っこは新しく妖精の影を覚えたい。見て、新しい技を覚えた。羽根っこ、お任せするもん。え、イエイ、見て、妖精の鍵。そうする、1、2のポカン。羽根っこは羽根量を忘れて妖精の鍵を覚えた。いいですね、
どんどん技あるよ。ねえねえ、景品もらえるんじゃん。君に勝利をお届けた。え、賞金として552円だって。いつもより高い。この人にもう一回喋りかけてみたらいいのかな。4人に勝ちましたよ。というのは4人ですね。え、何これ。電磁は弱い。なんかさ、前はさ、これのさ銀バージョンもらったけどさ、今回金バージョンもらった。なんか強いのかな。相手を麻痺状態にする。え、麻痺状態いいじゃん。当イベントは他のエリアでもやっているので、そちらでもぜひ。イエーイ。あ、あと見てください、トンちゃん気づいたんですよ。こうやってぐるぐる回ってたらね、ほらぐるぐるんって回るんですよ。すごくない？ちょっと待って、入りたい。緊張緊張、ドクドク。え、すごい、ドア開けんじゃない？開かないのかな。おい、トンちゃん、どこ？後ろかい。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したんじゃない？どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。いいよ。根本、2回目の勝負だ。やったー、待つべきのは友達だね。それじゃあトンちゃん、実りある勝負をしよう。え、どこ？あ、そこ。え、学校の門の前で。にゃおはで行く。勝負を仕掛けていた。何なんだろう。え、やばいやばい。前と同じか。じゃあトンちゃん強くなってそうだし、今回は2匹で。え、やばいやばい。そんな、え、待ってよ。2匹かい。ひ、あ、効果抜群だって。コノハ行くぞ。え、結構食らってる。いいよ、効果は抜群。タイプ相性ついてるね。勝ちへのこだわり感じるよ。はたく、やばい。効果抜群。これもう一回やろう。倒せるかな。オッケー、いいぞ。2匹目誰？ホゲータとか。ポケモン入れ替える？いや、そのまま戦う。ニャオハ頑張れ。思った以上に押されている。やっぱりトンちゃんいいね。パネ、パモ。え、誰？あ、最初にゲットした子じゃない？一番最初。爪とぎ。待って、これダメ。トンちゃん楽しいね。私とっておき使っちゃう。え、やばいやばい。ピンチピンチ。え、なにこれ。え、待って、コントローラー今めっちゃ震えてた。え、なに、怖い怖い。めっちゃ震えてるコントローラー。え、無理だって。なにこれ。え、なにこれ、かわいい。ピンキーパー、金ピカ。え、ポケモンをテラスタル高める。え、無理無理無理。なんでなんでなんで。でもどうしたの。ね、どうすればいいんだよ。やっぱり強い。今一つでもこの威力。爪研ぎをやった。やばい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 。どうすればいい。ちょっと足できた。コナー行くか。コナーがいっちゃつい。あ、やばい、なにこれ、電気ショック。え、やばい、結構食らってる。お、いいぞ。ね、もう一回コナーやって勝てると思う、多分。だけど死んじゃうかな。え、やばい、ちょっとこれ終わったらポケモンセンターで復活させよう。オッケー、イエーイ、ついに勝てた。え、割れた。すげえ。イエーイ。夜から朝になった。すごっ。え、見て、ほとんど全員レベル上がった。勝負に勝った。イエーイ。
やったね。急成長にびっくりだよ。540円どんどん上がってんだけど賞金。どうすんのどうすんの。すごい、照らしたら相手にそのままで勝っちゃうなんて。あ、そうだ、父ちゃんはまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなんだよね。勝負のお礼、父ちゃんに元気のかけらをプレゼント。やった、父ちゃんは元気のかけらを3個手に入れた。イエーイ。回復ポケットにしまった。だってあ、ドラマを見てるよ。入るんじゃない。そしてこちら、門の向こうが学校の町、テーブルシティだよ。町の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。だって。え、何この声。え、もう入ったの。あ、さっきの音門だったんだ、多分門の。え、学校の中なんか町みたいなんだけど。やば、めっちゃ広いじゃん。めっちゃ広いね。大変じゃん、迷子になっちゃうよ、とんちゃん。あ、あれは学校じゃないの。授業受ける場所とかみたい。あ、でも来た。追いついた、やっと着いたね。ここがテーブルシティ、パルダー地方最大の都市。最大だよ。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。いっぱいいるってこと。髪型をいじれる美容室や お惣菜が美味しいお店もあるよ。髪型変えれるよ。とんちゃんは何が気になる？お惣菜屋さんか美容室、どっち行く？じゃあお惣菜屋さんで行こうかな。意外と食いしん坊だったり、お腹が減ってった、減ってはポケモン勝負ができないもんね。あ、勝負といえば、トンちゃんにもテラスタル使ってほしいんだった。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。ありがとう。その間トンちゃんは街を見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバードポーチかな。そこ行ってみたい。デリバードポーチっていう。一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから覚悟してね。だってものすごく長いもんね。ここから、また後で楽しみにしてて。行っちゃった。あの長い階段登りに行ったよ。今賞金で540円手に入れた。あそこにポケモンのやつある。学校の中にもあるんだね。え、モンスターボール誰か落としちゃうんじゃない。学校の中にもポケモンいるじゃん。戦えるのかな。街を探検する前に、今回はちょっとここら辺で終わりたいと思います。次回はちょっとあの町も探索して根本合流したいと思います。ではバイバイ、また見て。